この度は三味線ボックスをお買い上げいただきありがとうございます。この動画では三味線ボックスが届いたらまずやっていただきたいことや取り扱いの上で注意をしていただきたいことをお伝えします。この動画を見てぜひ三味線ボックスをお楽しみください。では動画スタートです。商品が届いたらまず内容物が全て揃っているかどうか確認してください。万が一不足がある場合はお手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。デラックスセット with ラーニングをご購入の方は動画視聴方法やレッスンの受講方法を購入時にご登録いただいたメールでお伝えしております。そちらをご覧ください。コマを右手で持ち左手で3本の糸の下へ指をぐっと差し込み糸を持ち上げます。糸とコマの間に隙間ができるのでそこにコマを差し込みます。コマの溝に糸がはまるようにします。胴に貼ってあるシールがコマの置き場所の目印です。コマを移動するときは糸を必ず持ち上げてください。持ち上げずに引きずったり変な力が加わるとコマが割れますので注意してください。糸巻きを回して糸を緩めると音は低くなり、逆に引っ張り上げると音が高くなります。この糸巻きは穴の中に棒がただ刺さっているだけの構造のため使用中に抜けてくることがあります。抜けた糸巻きは刺してある方向に回しながら押し込むと穴にしっかりと糸巻きがはまります。糸巻きの仕組みについてはこちらの動画を参考にしてください。動画では伝統三味線を使っていますが三味線ボックスも同じです。弦楽器は演奏する前に必ずチューニングをしなくてはいけません。クリップ式のチューナー、スマートフォンの無料アプリのチューナー、ドレミファソラシドなどの音が鳴るもの、まずはどれでもいいので手元に準備してください。チューニングの仕方についてはこちらの動画を参考にしてください。動画では伝統三味線を使っていますが三味線ボックスも同じです。糸が切れた場合は三味線楽屋公式ウェブまたは楽天市場店三味線ショップシャミリーで替え糸をご購入いただけます。切れた糸を取り外し新しい糸を竿の穴へ差し込みます。その先端で結び目を作ります。糸が抜けてこないようにできれば結び方は自由です。糸が抜けてこないことが確認できたら反対側を糸巻き部分に持っていきます。糸の先端を糸巻きの穴の中に入れて 1.5 センチほど出します。右手で糸を持ちながら左手で糸巻きを回して巻いていきます。この時に巻いていく糸が出した糸の上に重なるように巻いていくと綺麗に巻けます。最後に保管方法についてご説明します。三味線ボックスは伝統的な三味線に比べ特にメンテナンス等も必要ではありません。より長持ちさせていただく方法として2点だけ気をつけてください。1つ、炎天下の車内などの極端な高温多湿はなるべく避ける。2、練習が終わった後はクロスなどで竿や糸を拭く。練習が終わった後は糸や竿に汗や指紋がべったりとついています。糸が劣化し切れやすくなる原因にもなるため練習後はクロスなどで表面の汚れを拭き取ってあげてください。お疲れ様でした。動画は以上になります。もしわからないことや疑問に思うことがあればお電話や LINE で気軽にお問い合わせください。三味線ボックスをご購入された方の特典としてリモートレッスンが受けられますので、こちらも興味のある方はぜひお問い合わせください。
皆様がより楽しく充実した三味線ライフを送れますように願っております。それでは三味線ボックスをお楽しみください。